ちなみに使っております、ソリューション、700のモノラルパワーアンプですね。これは今バイアンプ結線で、つないでおります。使っておりますスピーカーケーブルは、ラボラトリウムのイーテルというケーブルですが、このラボラトリウムのイーテルのケーブルを考案しましたのは、何を隠そうフランコ・セルブリン、いわゆるこのソナス・ファベルの創始者であります。で、ですので彼の考案しましたこのパラジウムと銀の、合金の結晶体をつないでいったワイヤーですけども、このワイヤーはこのザ・ソナス・ファベルのスピーカーの内部結線にも使われています。ということで、パワーアンプのスピーカーアウト、出力からの端子からボイスコイルまでの間は全部同じ素材で使われるということです。まあケーブルで音がいろいろ変わるというのを、その辺はやはりケーブルの素材によるところが非常に大きいわけですが、この組み合わせでいきますと、まさに理想的にアンプからボイスコイルまで同じ線を使っているということです。